それは災難でしたね。どうかしました？はい。ああ、プロポーズのことですね。お返事はもう少し待っていただけますか？ごめんなさい。あの人は本当の私を知らない。本当の私はフィーナではなく盗賊の。どうかしたの？なんですって？それでお父様とお母様は？すぐに医者を呼んで、私はバイキングを。よくも、よくも私の両親を。ただいま。もう大丈夫だよ。奴らはもういない。全員私が。後ででいい。それより、お父様とお母様は？何？嘘。そんな。お父様、お母様。総員、戦闘準備だ。いまいましい。戦いを望むなら受けて立とう。せい！我が剣を受けよ。頑張ったじゃない。思ってたよりは。死に急ぐか。潔く己が死を受け入れよ。尽くす効果。この鎧、簡単に貫けると思う。敵の武器。戦いを望むなら受けて立とう。はっ、やっ、はっ。灼熱の炎よ。終わったか。あ、宝箱。何か用？食べたくない。私まで。何？
死んじゃってもいいよ。心配。そうなんだ。私は心配されるような人間じゃない。私は盗賊。この家の娘の人生を奪った。私をフィーナだと思って。バカな人たち。お父様、お母様、なんで死んじゃったの？失いたく。ここは、あたし、本当に死んじゃった。真っ暗で何もない。誰もいない。お父様とお母様、いないな。当然だよね。一緒のところに行けるわけがない。私はフィーナじゃなくて、盗賊のリュウ。誰？やり直すって何？そんなわけないでしょ。私はいつまでも続けばいいと思ってたんだから。契約？本当にやり直せるの？その契約を果たせば、また両親と一緒に暮らせる。予想してた時間の半分ってところね。